皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。トミーさんこんにちは。本日はまた、調子に乗りまして、サウンドハウスさんでとある買い物をしてみました。サウンドハウスさんでポチッと注文しますと、こんな感じで箱に入れてくださる。で、この箱を佐川急便さんが届けてくださる。で、この箱をバカッと開けますと、ズダダダダダ、中から飛び出しますのは白いベールに包まれたか弱きサムシング、痛いけなサムシングでございます。まあね、タイトルサムネにいろいろ書いてるからね、まあもうネタバラシしますと、あの7980円の激安ベースのご紹介でございます。そのサウンドハウスさんで売ってるね、その一番安い、ベースがまあ7980円だったので、ちょっとこちらをですね、紹介させていただこうかという感じです。機種としては PB4502 というベースでございますね。今回もそのソフトケースとか、ね、あのギターのケースはついてこないんですけれども、まあ、六角レンチはついてきますと。で、まあ、正直ケースあっても使わない人も、ね、たくさんいますからね。ケースはまあ欲しかったら別途買った方がいいって感じでいいんだと思います。で、この白い、この発泡スチロールみたいなこの謎のベールを剥がしていくと、いきますと、ベベン、プレイテックのロゴとともに現れるか弱き痛いけな7980円のベースですよ。ベースですね。これは見まごうことなきベースですね。360度どこから見ても間違いなくベースですよ。これはもうすごい。これ以上ベースらしいベースはないぐらいのベースでございますね。本当にもうベース以外の何物でもなく、もうまるでそのベースと言われるために見まごちはありないために、なんかもうベースです。ベースです。単純にもうすごい、もうすごい、もう大丈夫、もうすべてが OK、 もう音を鳴らさなくてももうすべてが OK っていうぐらい、もうすごい、もう100点満点でございます。まあ、今回の動画はですね、こちらのベースをですね、皆さんと一緒にこう、ね、あの音を、ね、バーッと楽しんだりとかしていこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。アンプの電源は入っておりまして、ワイヤレスのブッド接続をしてボリュームを上げていけば音が鳴るはずでございます。レッツトライ。あー、これはですね、ベースですよ、マジで。もうすげえわ、本当に。もうこの時点ですげえわ。だからめっちゃ瞑想通しません？ちゃんとボリュームを絞れば音が消え、トーンを絞れば音がモコモコし、もちろんペグを回せばチューニングできますし、弦を弾けば音が鳴る。びっくりすることに抑えると音程が変わる。つまりは、演奏することができてしまうと。もうこれをベースと言わずとして、何をベースというのかっていうくらい、もう 100% のベースでございます。いや、これマジ参っちゃうな、本当。なんか全然問題ないですよ、マジで。すごい。すごいよ、本当に。すごいです。ちょっとチューニングをしていきましょう、チューニングを。で、このチューニングもね、もうすごい良好。あのペグめっちゃスムーズです。すごい感じ。ギターの時はなんかこうね、ちょっと渋いところがありますなって話しましたけど、ベースはね、全然良好でございます。すごいいい感じでチューニングできております。で、ちょっとね、あのギターの時もそうだったんですけど、やっぱりこうね、最初からついてる弦がね、ちょっと残念な感じの弦なんですよ。だからこの弦をね、そのダダリオとかアーニーとか、もしくはそのエリクサとかにするだけで相当劇的に変わると思うんですよね。ちょっとそこだけは、まあね、残念なところですが、
でもまあすでに音を聞いていただいて分かる通り、もうめちゃくちゃいい感じのベースの音がしてると思います。めっちゃベースじゃない？サウンドハウスさんのホームページの中のこのプレイティックの激安ベース、まあ、いくつかそのラインナップがあるんですけれども、今回このプレベタイプのもの、 PB タイプのものが一番安かったんでこれをチョイスしてみたんですが、まあ分かりやすくプレベっぽい感じのものが出てるかと思います。プレベの音が出てますよね。けどこのなんかピックアップはそのプレベっぽい感じなんですけれども、ネックのねこの感覚はね結構ジャズベに近いものがあって、すごい細くて握りやすいです。めちゃめちゃ細いですよ。で弦間ピッチもねすごい狭めに作られているんで、まあ手がちっちゃい人とかね、その女性の方とかあのお子さんとかでもすごい十分楽しめるんじゃないかなっていう感じの、すごい扱いやすい一本になっております。でギターの時と違ってそのフレットの仕上げとかがですね結構丁寧に、作られております。まあ、ギターの時は、5980円のエレキギターみたいな感じで紹介させていただいて、まあ、こっちの方がね、その弦2本も少ないのに2000円も高いんですよ。弦2本少ないのに2000円も高い、もう高級品ですよ。なので一つ一つのパーツが高級品ってことないか、まあ、なんかその分なんかその、ね、あの丁寧に作られているのかちょっとわからないんですけれども、なんかすごいこの。このフレットの仕上げとかネックの感覚とか、丁寧に仕上げられているような感じがします。で、まあこれはまあしょうがないじゃしょうがないんですけど、届いたばっかっていうか、まあ、何もしないんでネックがなんかこう引っ張られて、このちょっと順ぞりっぽくなってるような感じですね。なんかここにあるな、クオリティギャランティーチェックリスト、まあそのアッセンブリー組んだとかチェック検品かな、検品が2016年の8月25日とあるんで、もうすごいな、3年前ぐらいか、3年前ぐらいにこの組み立てられて検品されたみたいですね。3年の時を経て、2019年6月20何本の日に、弾かれております。黄色のキューティーなベース、六角ついてたんで、せっかくだから少しネックの調整もしてみましょうか。弦に引っ張られてこの順反りになってしまっているので、このトラスロットというネジを、時計回りにこの締め込んでネックをこのベッてこう張らせていきます。ベッて張らせていきますね。擬音語よ、ベッてこうバッツギュッてやるとガッツバッてバッてなんで、ちょっとベッていきましょう。ちょっとこのまま行くとね、あれなんで、ね、この弦をこうベッってこうバッてやっていきます。ベッてね、で、このナットからベッてこうして、で、この六角レンジをガッてやって、で、こうギュッていくんですけど、で、こうギュッといくときに硬っ、大丈夫かな、これすげえ硬いんだけど、すげえ硬っ、ちょっとやめとこう、ちょっと想像以上に硬いです。まあ、ちょっと回ったんで、ちょっと回したんで、まあ、練習しましょう。ちょっとキュッとしたんだからね、キュッとしたから、ペッつってこう、いい感じだったと思います。ペッつってこうね。で、ここからね、チューニングをペッって。
当ですね。なんか普通に聴いててベースの音がしてるっていうのが全然分かることじゃない。ボリュームも、トーンもしっかり弾きますし、でこのトーンはね、絞ると、まあ、モコモコするわけですけどね、これをね、このちょっとこの落ち着かせたいときに、そのトゲとかがないようにしたいときとかにこれを絞るわけでございますよ。そうすると、こういい感じでこうマイルドな感じになるんですよ。商品でございます。すごいよね、これ何1980円とかで買えるんだからもう半端ねって感じでございますよ。でもまあね、この安い価格帯の楽器あるあるのデメリットとして、その個体差が激しいっていうのがあるわけなんですよ。まあこれたまたまね、これはその当たり の機体かもわかりません。もしかしたらこう何本か買ってみたらね、こうめちゃくちゃ外れて、うわこれ扱いもになるねみたいな感じ の確率があるわけなんですよ。そういうことね、品質のこのばらつきっていうんですかね、そのクオリティのこの波みたいなのがあるのが、この価格帯が安い楽器の最大のデメリットなわけでございます。なので正直この1本だけ弾いてても、もしかしたらこれがいいだけであって、他のベースはもしかしたらダメかもわからないんですよ。なんで1本だけだとそれは検証したことにならないんじゃないかということで、ババンババン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 、もう1本買いました。バン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 、同じ機種2本目でございますつって、まあまあまあ、持っといたのはもう1本あるんですけど、全部3本買いましたね。はい、3本同じベースを、買いましたのでそのあたりもいろいろこう、ね、お話しさせていただければなという感じでございます。検証させていただこうかなという感じでございます。ちょっとこの赤いやついってみましょうか。赤いやつ、これもまたこのブスッと刺してボリューム上げていくと音が出るはずなんですけれども、はい、ベース、でもなんか音が違う気がする。違う気がしませんか。なんかすげえこっちの方がめちゃめちゃブライトな感じがします。なんかさっきの方がなんかこのね、どっちかっていうとこのゴムとサウンドって感じなんですけども、こっちはなんかどっちかっていうとイメージでいくとするとジャズベっぽい感じのこのバキバキサウンドっていうんですかね、あんまりこの抜けがなんだろうな、そのパンチがあるっていう感じじゃない感じがします。ちょっとチューニングをまずしてみましょう。なんかわかりますかね。でさっきよりも出力がなんか随分ちっちゃい気がするんですけど、これはピックアップの高さでカバーできる範囲なのかな。まあ、このピックアップってこの黒いパーツあるじゃないですか。このパーツでその音を拾ってるわけなんですけれども、このパーツの高さを調整することができるわけなんですよ。このネジ、ドライバーでこう、ね、ネジを回してこの高さ自体を開けたり下げたりとかするんですけれども、これがピックアップが高ければ高いほど弦から近くなるんで、音をたくさん拾って出力が強くなるっていう、音が大きくなるっていう、そんな寸法なんですが、ちょっとそれではごまかしきれないぐらいの、なんかこのめちゃめちゃこのパワーに開きがあるような気がします。ちょっと鳴らしてみましょう。ほら、なんですよ。こんな感じ、なんかすげえめちゃめちゃこのパワーが違う感じですよね。ちょっともう一回いってみますか。黄色の方いってみますか。
今こんな感じの音だったじゃないですか。特にこのプルした時のこの引っ張った時の音を聞いてほしいんですけど。全然当たりですね。この赤い方はなんかめちゃめちゃこのか細い感じがして、まあ、これはこれで悪くないけど、ちょっと比べてしまうと、なんかちょっとパワー不足感が否めない感じの。でもこのプルした時のギラギラした感じの。どっちかっていうと、この明るいサウンド、疾走感のあるサウンドになんか向いているような感じがします。で、これ多分ね、ピックアップの高さを、ね、変えてもね、ここまで出力大きくならないと思うんですよね。これ何が違うんだろう？単純にピックアップって話なのかな？材質とかは多分そんなに遜色というか、ね、違いはないと思うんですけれども、一応まず、ね、同じ PB4502 の機種なんで、材質とかに差はないとは思うんですけれども、めちゃめちゃこのなんか音に差が。出てきております。ちょっと3台目、このオレンジのやつ見てみましょうか。どんな音がするでしょうか。ベースの音がしますよ。これまたちょっと面白いサウンドですね。ちょっとなんかさっきの2本とはちょっとまた違った感じの、ダメじゃんって感じですけど。ダメなんて感じですけど、またさっきのこの赤いやつと黄色いやつとまたちょっと違った感じのサウンドがします。ちょっとチューニングをしていきましょうか、まずは。なんとなくもうすでに違い、わかりますでしょうか。なんかどっちかっていうと、この黄色いやつとこの赤いやつの中間って感じですかね。なんかどっちともいない。同じ機種にそれどうなんやって感じだけど。これはこれで面白いかもしれない。あ、でも。あ、でもこれ僕一番好きかも。あっていいかもしれないです。でも出力はこれが一番弱いかな。ピックアップがちょっとこれ低めなんで、もしかしたら高さを上げていけばもうちょっとサウンドは近づいてくるかなって感じなんですけど。ちょっと待って。これはよろしくないな。ちょっと待って。このネジを緩めてもピックアップが上がってきてくれない現象が今勃発しております。ちょっとこのオレンジの個体に関しては結構ピックアップがそもそも低めに設定されているので、これはもうちょっと上げてみてもいいかもしれないですね。聞き比べるとね、分かると思いますけども、出力が全然違いますね。この黄色がなんかめちゃめちゃズバ抜けて出力が強くて、このオレンジがだいぶ弱い感じがします。でもこのハイの抜ける感じ、
なんかですよ、まとまっててすごい扱いやすそうな感じでございます。赤いやつはどっちかっていうとこの暴れん坊って感じですよね。すごいめちゃめちゃこのブライトな雰囲気でなんかこうねわーいって感じのやんちゃな感じが、します。する感じですよね。特にプルの時にその抜けてくる感じがあるかと思います。で、この黄色は結構ファットな感じ。結果めっちゃ答え差あるじゃねえかということで答えました。ちょっとまあこれはね、この機種を買ったところでそのどういうタイプが来るかわからないんですけれども、とりあえず3本を買ってみたら3本とも違うキャラクターというまさかの、事態が待っておりました。ちょっと僕の個人的な感想を述べさせていただきますと、この黄色いやつが一番なんかプレデっぽい感じの音が、します。なんかこのプリッとした感じ、そしてこの中のパワーのあるガッツな感じですよね。そのピックとかでさ、すごいこのなんつうんだろう、そのパンクバンドとかでこうね、ガツガツしてみるのすごく面白いと思います。このすごく面白そうな、なんかプレデっぽい音がするって感じですね。で、この赤に関してはどっちかっていうと僕の印象としてはプレデというよりもそのジャズベっぽい感じのハイの出方がする感じがします。なんかこの何キロだろう、2キロとか4キロとかその辺の周波数ですかね。で、このオレンジ色のやつがその正直僕の好みでいくとすると一番好きです。ネックの状態とかもすごいこうめちゃめちゃ僕の好みです。ちょっと出力が小さいのがねちょっと気になるところではあるんですけれども、まあ比べなければそうな感じですよね。こっちの赤いベースだとその、ね、ハイを弾いちゃうとね、まあ、さらにこのバコーンって感じそうね、強いなんか広域成分というのが出てきてしまうんですけども、こっちのベースだとその全体的にその、ね、周波数のまとまりがいいからなんか低い方で。弾いてても
なんかそのまとまりがすごいなんか使いやすそうな感じで、僕は一番これが好きかなっていう感じでございます。結構それぞれ特徴があると思うので、なんか皆さんね、パッと聞いた中で、あ、俺これが好きかもそれが好きかもみたいな感じであったと思います。もしよければそのね、気になったことといいますか、その思ったこととか、こちらベースが好きみたいなことがあったら、よかったらちょこちょこコメントをしてみてくださいませ。そんな感じで、本日のベースはこちらプレイテックの PB4502 のご紹介という感じでございました。3本並べてこんな感じでございますよ。うわーっつってね、もう何やってたって感じですけどね。そんな感じの3本のご紹介でございました。検証結果、3本とも答え差が半端ねえということでございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。わーいっていうところなんですけれども、どうでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。で、最後に、ちょっくらお知らせでございます。今回紹介させていただきました、黄色の人、オレンジの人、赤の人、それぞれですね、もう、皆様にプレゼントをさせていただこうかなと思っております。もうそれぞれ、なんだろう、その僕あっても正直あんま使わないと思うので、この動画が撮り終わったら皆さんにも差し上げようと思っております。どうでしょうか、そんなプレゼント企画、突然でございますけれども、こちらのプレティック PB4502、もしよければ皆様、応募してみてくださいませ。突然のプレゼント企画でございます。そのプレゼントの要項はこんな感じでございます。バババン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 。私、滝沢勝太にツイッターなどをやっております。もしよければその TIKAJAWA、まず私のツイッターをフォローしてみてください。ツイッターアカウント持ってないぜという方、今回はごめんなさいということで、ツイッターアカウント持ってる人のご参加とさせていただきます。で、フォローしていただいて、概要欄のところに、その今回の動画のツイートの URL を貼っておきますので、その URL をまずリツイートしていただけると、嬉しいなという感じです。で、その次、この、それぞれのベースがどのくらい欲しいかを、リプライで僕に送ってください。どれでもいいっていう人はどれでもいいよでも構いませんし、これが欲しいっていう人はその黄色のやつが欲しい、オレンジのやつが欲しい、赤のやつが欲しいみたいな感じで、それを明記の上、どんなパッションを持ってるかを、僕にぶつけてください。これはかなりもう独断と偏見です。かなり独断と偏見でございます。すごいこの切羽詰まっている感じでもいいですし、めちゃめちゃ面白いから君っていうパターンもありえますし、すごい僕の独断と偏見で完璧に決めていきます。どんくらい欲しいか、なんかそのメッセージみたいなのを送ってみていただければという感じでございます。で、締め切りとしては2019年7月7日日曜日の、日曜日ですね、生放送の中でその発表とさせていただこうかなと思いますので、それまでに、ご参加いただければという感じです。日曜の生放送の結構ギリギリでも全然大丈夫です。1、私の滝沢勝内アカウントをフォローしてください。で、概要欄に書いてあるツイートリツイートしてください。で、どんぐらい欲しいのか、そしてどれが欲しいのかを、僕にリプライをしてくださいませ。で、4つ目、生放送内で発表させていただきますので、生放送を見ていただいて、もし当選となりましたら、ツイッターの方からまた連絡をさせていただきますので、よろしくお願いしますということです。そんな感じで突然のプレゼント企画でございますが、こちらの3本のベースを抽選で3名、抽選じゃねえや、独断と偏見により、僕の独断と偏見により3名様にプレゼントさせていただきますので、皆様よかったら振るってご応募くださいませということでございました。それでは今回はこちら、プレティックの PB4502 のご紹介でございました。何かご感想とかありましたら、またこのね、リクエストとかありましたらコメントしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。長くなりましたね。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バーハイ、ありがとう。